Google Nexus n ネクサス 5X ネクサス 5X は Google と LG によって共同開発された Android を搭載したスマートフォンである。コードネームはブルヘッド。日本では Google ストアの SIM フリーモデルに加えてソフトバンクの Y モービレブランドと NTT ドコモの2つの通信キャリアで発売された。Y モービレブランド向け仕様は2015年10月20日に NTT ドコモ向け仕様は同年10月22日に順次発売を開始した。いずれのキャリアモデルも特別にシムロックが施されている。なお、NTT ドコモ向け仕様はストレージ容量は 32GB、カラーは黒系のカーボンと白系のクオーツの二色展開であるが Y モービルブランド向け仕様では ストレージ容量が1 6イトと3 2イトの2種類となり、カラーも NTT ドコモ向け仕様と同一のラインナップに水色系のアイスを加えた3色展開となる。米 Google、Nexus 5X、6P を発表日本価格は割高、早くも不満の声、朝日パソコン、ドットドット朝日新聞紙パン、ワイモービレ、最新の Android 6.0マシュマロ。 搭載スマートフォン、ネクサス5 x を10月20日に発売、ソフトバンクウィルコム沖縄二社連盟による、リリース2015年10月15日、ネクサス5 x を発売 NTT ドコモ2015年10月19日。ありがとうございます。